休憩前に引き続き会議を再開いたします。一般質問を行います。通告順8、西岡克行議員の1、本庁の福祉政策について、2、本庁の商業振興策についての質問を同時に許します。9番西岡克行議員。それでは午後1、一番眠たいときに質問させていただきます。眠たくないように、テキパキやっていきますのでお付き合いをいただきたいと思います。早速質問に入ります。本庁の福祉政策についてということで、まず1番目に質問をさせていただきます。昨年施行側の努力によって未来を担う子どもたちの小学生6年生までの医療費の助成が開始されたことは大変に評価されることと感じております。これにより子育て世代の経済的精神的負担は大いに軽減されるものと感じております。しかしながら近隣自治体はすでに中学生まで医療費助成に取り組んでいるようです。お隣の長崎市も今年度と書いてますけど、これ29年度ですから、29年度の予算に組み入れているようでございます。このように近隣自治体は少しでも人口流出を食い止め流入を図ると必死になって取り組んでおります。本庁はこれを受けてどのように取り組むのか質問をいたします。2番目、予防接種について、本年はインフルエンザが猛威を振るい、本庁内の小学校においてもまた中学校においても学級閉鎖が複数出た模様であります。インフルエンザは予防接種によって感染しても軽く済ませることができます。しかしながらこのような予防接種は、補助が自治体によって、格差がある模様です。先ほどの医療助成と本庁の現状はどうなのか、また今後の展開についてどのように考えているのか質問をいたします。大きな2番目といたしまして、本庁の商業振興策について質問させていただきます。ビューテラス北陽台の開発も順調に進んでいるようです。住宅建設も日増しに戸数が増え、保育園も運営も始められているようです。商業施設も日増しにその姿をはっきりしてまいりました。運営を始めるとまた町内の賑やかさが一層増すことでしょう。その中で私も幾度となく質問をしてまいりましたが、近隣商業者に与える影響は少なからずあると思います。以前の質問の答弁では、そこのビューテラスの商業施設ですね、そこの商業施設に来た車を一番街などに来ていただいて消費拡大に努めるというような、答弁を受けたように記憶しておりますが、あくまでこれは期待の範囲で確実な施策ではありません。そこでこの機会をビジネスチャンスと捉えて、商工会、農協、漁協など様々な関係機関を取りまとめ、例えば、その場内にですね、長与町コーナーと銘打って販売させていただくなど、町が主体的に窓口を開き販売拡大の努力をすべきと考えますが、いかがか質問いたします。また商品券の増額なども消費拡大と町内業者の保護育成につながると思いますが、町の考えはどうであるかご質問いたします。その他考えられる、販売拡大策がないのか質問をいたします。以上、よろしくお願いします。吉田町長。それでは今日午後1番目の西岡議員のご質問にお答えをさせていただきたいと思います。子ども医療費の助成につきましては、今年度より対象を小学生まで拡大したところでございますけれども、今年度の申請件数や助成額など実績を見ながら、対象を中学生までとした場合の試算などを行うなど検討は重なっているところでございます。また小中学生の医療費助成につきましては、県の補助対象となっていないことから全額町の負担となってまいりますので、県に対しても
補助対象年齢拡大について引き続き要望をしているところでございます。各市町におきましても、子育て支援策につきましては、それぞれ優先順位があることと思いますけれども、先ほど申し上げましたように、本年度は子ども医療費の助成を小学生まで拡大したところでございますけれども、本庁の子育て支援策といたしましては、子どもに関する福祉政策全般で考えてみますと、子育て世代の見守り体制の強化を図ること、また住民ニーズの高い保育サービスの充実に対応するため、保育所および放課後児童クラブの整備を図ることなどをですね、次年度からはですね、優先課題として取り組むことにしておるところでございます。続きまして2点目の予防接種でのご質問でございます。インフルエンザワクチンにつきましては、重症化を防ぐためのワクチンとして、高齢者を対象に2類疾病として定期の予防接種に位置づけられております。高齢者以外の方は、現在のところ、任意の予防接種として、非接種者の希望による接種となっているところでございます。本庁の子どもを対象とした助成状況につきましては、重症化となりやすい乳幼児の命を守るという観点から、未就学児を対象といたしまして、1回につき3140円の助成を2回実施をしておるところでございます。今後の展開といたしましては、ここ数年、定期予防接種の対象ワクチンが増えている状況にありまして、今後も増えることが予想されております。予防接種法等により、定期の予防接種は町の実施事業と位置づけられておりまして、全額町の費用負担となっておりまして、財政処置もないことからですね、法定外である子どものインフルエンザワクチンにつきましては、今のところ対象を拡大することは非常に難しいんじゃないかと、そのように捉えております。次に、本庁の商業振興策のご質問でございます。この大型商業施設内への出店に関しましては、これまでイオンタウン株式会社との協議の中で、町内農業者等による地元農産物の販売コーナーの設置などをお願いをしてきたところでございますけれども、具体化までには至っておらないところでございます。町内の農業、水産業、商業の振興を図る上におきまして、大型商業施設を活用した販売促進は、将来にわたり大変重要であると考えておりますので、町内の農水産物を販売する祭りやイベントの開催について、イオンタウン株式会社や西野義商工会、大村湾漁協、長崎製品農協など関係機関への働きかけを今後も行ってまいりたいと考えております。また、毎年好評をいただいておりますプレミアム付き商品券の発行事業では、多くの方々に利用され、町内商工業者の販売促進と地域の消費喚起が図られているところでございます。このように商品券の増額につきましては、さらなる消費拡大を図る上では、大変有効であるという認識をいたしておりますけれども、今年度は大型商業施設の開店に伴う中央商店街をはじめとする町内既存店の活性化対策を重要事項として捉え、新たに西園木商工会と連携をいたしました長与町中央商店街等対策事業を作りまして、経営力の強化を目的とした調査、研究、あるいはセミナーの開催などを行うこととしておるところでございます。さらに、創業時に必要な手続きや資金調達方法などを学習する創業塾開催事業なども新たな取り組みとして展開をしてまいるところでございます。このほか、店舗リフォーム助成事業の継続、あるいはふるさと長与応援給付金による返礼品の充実などを行い、地域経済の活性化と町内事業者の経営改善に向けた支援を行ってまいりたいと考えております。
なお、これらの事業につきましては、平成29年度一般会計予算におきまして、所要の予算を計上させていただいているところでございます。このように、平成29年度も町内購買力の向上を図るため、町内商工業を営む方々への支援に注力をしてまいりますので、ご理解を賜りますようお願いを申し上げます。以上でございます。西岡議員。はい、それでは、当初の答弁もあったので、再質に入らせていただきます。昨年度 の、 最初にからいきます。昨年度の小学生医療費助成をしていただきましたが、金額はどれくらい使ったのかということで、まず質問いたします。村田子ども政策課長。はい、まだ年度の途中ではございますけれども、一月あたり約140万ほど使っているような状況になっております。西岡議員。ということは、12年かけ12ですね、400のうちに、1000万ちょいですね、1300、400万ぐらいですかね。まあいいです、いいです。はい、で、大体、ほぼそれくらいの金額がかかるんだろうと思います。中学生になればもう少し抵抗力がつくので、また金額は下がってくるんだろうというふうに推察いたします。で、前回も聞いたんですけど、近隣の市長ですね、自治体で、中学生まで補助をしている自治体名というのはお調べでしょうか。浦田子ども政策課長。はい、中学生まで助成をしているところは14市町ございまして、佐世保市、島原市、諫早市、平戸市、対馬市、五島市、西海市、雲仙市、南島原市、川棚町、波佐見町、小鹿町、佐々町、新上五島町、以上の14市町です。西岡議員。はい、お聞きすると、ほとんど合併自治体というか、交付金がたくさんあるところ、たくさんとはちょっとあれですけど、交付金があるところだろうというふうに思います。で、その中で、小鹿とか川棚は合併していないので、よく取り組んでるなというふうに思います。それに今度、長崎市が、来年度の、何月からかな、8月、9月、10月からですかね、確か実施をするということで、一番のライバルの自治体の長崎がやるということですね。そこが少し自治体間の競争では、ちょっとこう恐怖かなと思うんですけども、先ほどお聞きしたら、要するに子育ては、どこだったかな、他の、見守りとか、保育所の充実、児童クラブの充実という形で書いてございましたけれども、今回は医療費に特化して、話をさせていただきます。で、その今、中学生まで、医療費の補助をしているところですね、の、自治体で、いくら使ったのかというのが分かりますか。平均でも結構ですけど。村田子ども政策課長。はい、全部はお尋ねをしてないんですけれども、一番実数に近いところというところで、現物給付をしているところが1市だけございます。そちらの方にお尋ねをしましたところですね、一月あたり2590万ほど使っているということを、お聞きしております。各市町それぞれ人数等も違いますので、ちょっと平均的なものというのは難しいのかなとは思いますけれども、一番現実的なところでは一月あたり2590万、はいですね、使っているということを聞いております。西岡議員。これ
まあ、あの自治体の数とか自体であの子どもの数とかで違ってくるんで、1人当たりとかは調べていませんか。もしお分かりになれば教えてください。村田子ども政策課長。はい、その現物給付をされているところが1月当たり1人当たりの年間ですね、13,200円ということを聞いております。西岡議員。ということは、まあ、これかける生徒数ということですよね。もう予算組は大体分かってるでしょうけど、あえて聞きますけど、本庁の中学生の数は何人ですか。村田子ども政策課長。はい、中学生の数は1476人ということです。吉岡議員。すみません、計算機を持ってきてないのでちょっと計算できないんですけども、大体まあ実数的にお分かりになるというふうに思います。まあ、現物給付のところですね、まあ、これで予算がほぼ出るんじゃないかなと思いますけども、まあ、あのこの補助をするということで、その自治体間の競争がうんぬんって、それだけでは決められないと思いますね。先ほど当初答弁であったように、いろんなあの見守りとか、保育所の数とか、学童クラブの大切なことばっかりというふうに私も理解しております。しかし、あの長崎ではもう、まあ、連携中枢組織の中ではありますけれども、やはりあの、自治体の居住ではライバルですよね。うん、で、あの長崎が実施して長居はしないって言ったら、なんでなんだ、まあ、長崎もあの交付金がですね、合併自治体なので、まあ、本庁よりもたくさん割合的に来るのかなって思ってますけども、しかし一番近いところで長居に移り住んでもらわなければならないところなんですけども、長崎がそれを得られるとちょっと厳しいなという部分がするんですが、まあ、今後その実施の方向に向かってどういうふうにお考えなのか、ちょっと町長に答弁を求めたいと思います。いかがでしょうか。吉田町長。まあ、今あの議員がおっしゃっていますようにですね、いろんな形でやっぱ援助補助していくことは大切なことだと思っていますし、基本的にはそのような考え方でおりますけれども、まあ、あのそれぞれ各自治体事情が、先ほど言いました合併交際もありますし、それからあの他のところは島あたりはあのいわゆるいろんなあの補助がですね、メニューがたくさんあるという中で、長井町は全くないということなんですよね。全くあの一般一切だっていかなきゃいけないというような状況の中で、まあ、小学生まで去年やったというようなことでですね、あのまあ順位がいくつかやることがたくさんありますので、その中で、まあ、あの保育サービスの充実というようなことでですね、例えばあの放課後児童クラブ等々の整備できてないところもございます。やっと長井町もあのできるようになりました。こういう形でですね、やはりあのどの部分を厚くしていくかというようなことでございまして、あの、まあ、こういった小中学生の補助になることにつきましては、町としても積極的にやっていきたいと思いますけれども、まあ、なんせいろんなことを考えしながらやっていかないと、町の財政もあることですので、そのあたりの優先順位もあの、まあ、確かめながらですね、そして周りの状況を見ながら、長井町のこの子育てに対するあの優先課題もですね、決めて生きていきたいというふうに思っているところでございます。西岡議員。あの町長も2期目になると答弁がご上手になりまして、やんまり断られましたので、まあ、あのこれ先ほども申し上げたようにですね、これだけが全ての、 その子育てではないということも重々私も理解しております。しかしあの近隣でやっていけば、長いだけ取り残されるような気もいたしますし、都立においても、まあ、以前の質問の時も申し上げましたように、ボートの収益の分、あれ年間2000万ぐらいですかね、確か来るんですよね。でその中の、都立の子を育てるなんとか基金ってから、半分ぐらい紐がついてないもんですから、そっちの方に使うんですよ。でもあの前回言ったように、いろんな学校施設の充実とか電子国語も全部入れたりとかね、してるんで、それをこういうふうな形にもし入れられたら、また批判が来るのかなと思いますので、ぜひそこのところですね、よく、頭の中に入れて考えていただきたいというふうに思います。なるだけ優先順位を上げていただくように、していただければというふうに思います。わかりました。じゃあ次移ります。次です。あのインフルエンザの補助金なんですけども、今年インフルエンザが猛威を振るいまして、かなり
感染者というかが増えたと思います。私も感染した一人でございますので、よくその苦しさというのは分かります。だいたい普通予防接種2500円から4000円ぐらいですね、かかりますし、1回で3、4ヶ月ぐらい効果はあるというふうに聞いております。で、12月、1月ぐらいから入り出すので、12月ぐらいにその接種を終えておけば、ほぼその、かからないかなと、かかっても軽くかからないかな、いや、かかるんじゃないかなというふうに思います。特に高齢者とか、今答弁が高齢者就学前児童ですねは集中的に本庁もやっておられるようですけども、私が今回言いたいのは小中学生ですねが漏れております。これは抵抗力が多少ついてもやはりかかりやすいものですから、小中学生に対してのその補助というかはできないのかなという形で質問させていただきます。で、まずその前段として今年中が、今年はもう1月2月今3月ですけども、12月ぐらいからインフルエンザによる児童生徒の、感染者数というのは把握をされておられますか。今度教育委員会理事。インフルエンザの感染者数ということでですね、人数の方では捉えておりません。こちらで把握しておりますのは臨時休業、いわゆる学級閉鎖の数としてですね、インフルエンザの蔓延状況を確認しておりますが、28年度は町内で3校5学級においてですね、それぞれ2日間の学級閉鎖を行ったところです。西岡議員。それは小学校中学校で両方と思って理解してよろしいんですよね。今度教育委員会理事。今年度はすべて小学校3校ということでした。石岡議員。そこでですね、5学級ということは、今1学級37、8人ぐらいですよね。約4、4、5、20、200人ぐらい、200弱という形ですよね。この感染で休んだというのはですよね。で、それが2日、休んどると。要するに何を言いたいのかって言ったら、インフルエンザにかかって学校を休みにしたら授業に遅れるという部分ですよね。私も特別委員会の時にインフルエンザかかってですね、休ませていただいて、ある登校停止なので、登庁停止と申しますか。で、後で資料をもらうんですけども、やはり、リアルタイムでそこにいたのと資料を読むのではやはり、少し理解に差が出てくるというふうに思います。子どもたちは授業だからなおのことその、差が出てくるのかなと思います。で、それを極力その、部分をなんていうか、縮めるためっていうか、それを避けるために今聞いたら中学生はほとんどないというこの小学生だけでもいいのかなというふうに思いますけど、小学生にそのインフルエンザの予防接種の補助ができないのかというふうに思いますけど、いかがでしょうか。村田子ども政策課長。はい、予防接種といいますのが、感染症対策ということで、一義的にはその病気にかからないことを目的とするというのがその予防接種法の方に謳われております。そしてインフルエンザに関しましてはその集団感染を防ぐというところが非常に弱いというところで、過去1960年代くらいから30年にかけて小学生集団接種をしていた時期がございましたけれども、結局集団接種をしていても集団感染っていうのがどうしてもこう
免れることができないといいましょうか、集団感染になってしまうというところで、平成6年に小中学生のインフルエンザの中止ということになってまいりました。でその後高齢者に関しましては、そのリスクの高い方に関しましては、重症化を防ぐというところで非常に効果があるということが認められてきまして、その65歳以上の方を対象にインフルエンザというのが、その予防接種法の定期接種の方に該当してまいりましたけれども、それかその第二分類ということで、個人の病気を防ぐという目的でなってまいります。ですから今学級閉鎖を防ぐためのインフルエンザの予防接種というのは、なかなかこう難しいところがあるのではないかなというふうに思っております。まあ、子どもさんの命を守るという点ではですね、一定乳幼児の部分で一番リスクの高い乳幼児の部分をですね、こちらもさせていただいているということで、ちょっと今のところ小学生のインフルエンザに関しましては優先順位的にはあまり高いところにないという状況にあります。西岡議員。なかなか説得力のある答弁で、こちらも次が出にくいなと思うんですけども、どこだった、確かにおっしゃる通りは分かります。予防接種法で言われた接種じゃない第二分類ですもんね。あるいは予防接種法ですると、他の例えば後遺症とかそういう部分まで国が保障してくれるので、それには当たらない次の分類ですよということと理解しております。で無意味ではないんです。ネットに載っている記事を読めばですね、インフルエンザワクチンの場合 80% 以上の人が受けることにより集団予防接種の意義がある。で個人単位で考えた場合インフルエンザワクチンは効果がある。いろんな学説があるので、これが全てとは言いません。ただ予防接種をしたことによって体質などの問題でワクチン接種ができない人の感染リスクも減少できると。で最後にインフルエンザワクチンの有効率は統計学的に証明されているが、60% の有効率を分かりやすく説明するために、ワクチンを接種しない人と比較して 2.5 倍インフルエンザに感染するワクチン感染するリスクが高まるというふうにネットでも書いてございます。つまり100人と100人と比べてみて、した人としてない人と比べないと分からないということを、このネットの中では書いてございました。だから一義的にはもう接種法じゃないんで無理だと重々分かっております。で希望者に対してのその、補助金というか、1000円でも結構なんですけども、それをすることによって著しくその感染者が下がるんじゃないかなというふうに思うんですね。その点については、どうですかね、部長も考えは。もう多分最後だと思うんで久松住民福祉部長。はい、ご指名をいただきましたので、お答えさせていただきたいと思います。ただいま議員から、ご質問をいただいております。要望といいますか、お話しいただいている件につきましては、先ほども町長の方からもお話がありました。それとまた担当課長の方からも、話をしておりますけれども、なかなか子ども子育てに対しましての支援、こういった施策につきましては町の事業としましては非常に重大な重要な課題というふうに考えております。しかしながら近年の社会保障制度の改正、こういったものにつきまして年々扶助費の方も増加する一方になっておるところでございます。長与町の29年度の当初予算につきましては約122億の予算を計上させていただいております。そのうち担当します子ども政策課の方ではですね、27億8000万、町内、予算の 23% ほどを、担当しております。その中でも、一般財源が8億6000万ほど、子ども政策課の方で使わさせていただくようになっております。限られた財源の中で8億超える金額を子ども政策課の方で預からせていただいて施策を組んでおります。今後もですね、本当に貴重な一般財源をどういうふうにして使っていくか、使わせていただくかということを町長も申しておりますように、町一丸となってですね、いろんな面で研究をして
より良い子ども政策の方に、向かっていきたいというふうに思っております。ただいまルール申し上げましたけれども、いろんな、ことを見ながら優先順位も当然ですねあるかと思いますので、研究してまいりたいというふうに思っております。以上でございます。西岡議員。最後の花向けの質問したんですけど、冷たい答えが返ってまいりまして、ちょっとがっくりしたんですけど、分かりました。確かにですね、子どもと高齢者の方々には、今、社会保障費というのが部長が答弁したようにかかるのはよく分かっています。時代の流れっていいますかね、仕方ないことだというふうに理解しております。ただそれを押してなおかつですね、学習阻害というか、そういう観点からでもどうなのかなって思いますけど、これは教育委員会に聞いてもどうでしょうかね。教育委員会にお尋ねしてみたいと思います。そういう観点からの予防という部分ではいかがでしょうか。近藤教育会理事。議員さんご指摘の子どもの学習権ですね、学級閉鎖とかなんかがあればそれだけ学習が遅れるのではないかというところの懸念についてはですね、一定理解するものですが、ただしですね、学校のカリキュラムは1年間を35週というふうに見かけ上、計算して35週で、クリアできるような形で算出しております。ところが実質の通知はですね、およそ40週に近い数で実施をしておりますので、言葉は悪いですが2日間停止をしたからその学年の学習が全くこう完全に終わらせられないというようなことにはですね、ダイレクトにはつながらないのかなというように考えるところです。西岡議員。あんまりけどこっちに風が吹いてこないようなので、もうインフルエンザこれでやめます。次いきます。商業振興についてお尋ねをいたします。以前から言ってたんですけど、もっと確実な弱小商業者に対しての施策が欲しいなということでですね、当初の質問の中ではそこの商業施設もだいぶ出来上がってきてるんですけど、そこに来た車をこう一番街に誘導するというふうな答弁を2度ぐらい受けたことがございます。その時はそれでやめていたんですが、車を誘導しても駐車場もないんですね。商店街の方には満足な来ても買えるわけはないし、それは一部の商店街だけの話でありまして、もっと確実な振興策が必要ではないかなというふうに思います。で、それはいろんな先の子育てじゃないですけども、いろいろな振興策がいっぱいあると思います。で、昨年、本庁が取り組んだ、本腰入れて取り組んでいるふるさと納税というのも一つの振興策だというふうに思っております。で、まずこのふるさと納税のは去年どれくらいぐらい、売り上げていただくか、ちょっと私出が商売人なもんですから売り上げじゃなくて実績ですかがあるのかなって、まずお尋ねしたいと思います。長島産業振興課長。お答えをいたします。ふるさと長い応援寄付金でございますけれども、この寄付をいただいた方への返礼品でございます。返礼品ですけれども、平成28年4月から12月末まででございますが、1500点ございまして、そのうち活用させていただきまして、金額としまして、商品代でございますけれども、返礼品でございますが、750万円ということで、各事業所の皆様方にお支払いをしたところでございます。以上です。寄付金額ではですね、同じく12月末まででございますけれども、2191万6000円ということになっております。以上です。西岡議員。
まあ、2191万6000円で750万を給付した方にお返ししたという形ですね。でこれは長与町内の事業者、まあ、農業者の方々で漁業者の方々にこれだけかん、まあ、バックできたというのはかなり大きな振興策じゃないかなと思います。この750万、去年役場の750万は返したんですけど、ちなみにその2191万6000円来たんですけど、それは どっかにプールしてるんですか。長島産業振興課長。受け入れの方はですね、受け入れてますか、私産業振興課の方ではですね、担当課ではこういうふうな受付といいますか、応募の、申し込みをやっているところですけれども、受け入れにつきましてはですね、各基金に積み立てるというようなことでですね、庁舎内ですね、4課ですかね、地域安全課、障害学習課、福祉課、教育総務課という形で、それぞれの基金がございますけれども、そこに入っていくということになっております。以上です。西岡議員。じゃあ2191万6000円から750万、だったら1400、500万ぐらいが、基金で積み上がったと。雇用インフルエンザに使えばいいんじゃないかな。まあいいです、それはまあ次回に言います。かなりね、基金として積み上がったというふうに思いますし、まあ、その分の750万が商業者に返っていったという形ですよね。まあ、本当今後とももっと力を入れてですね、商業振興、農業振興、漁業振興に使っていただきたいというふうに、ひいてはですね、なるんじゃないかなというふうに思います。で、その振興策の中の一つ、プレミアム商品券も答弁の中で、いただいてましたが、今、秋ぐらいですかね、発行しているのは確かですよね。これかなり持ち出し原資の10倍が商品券として流通するわけですよ。で、これは前も言ったと思うんですけど、都議庁は全額公費負担なんですね。で、長与町は半分商工会の持ち出しなんですよ。で、まあうがった見方をすれば、その補助金の還流という形にも取れなくもないわけですよ。補助した分がまた、ね、商工会からこう返ってくるという形で、全額こう補助をしていただいて、まあ、例えば今の仕組みのままでも結構なんです。その分また補助金重ねていただくとか、そしてそうした夏と冬は商用も出ますんで、町内経済割と流通するのかなと。それが出ない春と秋に2回年に発行することはいかがなのかなというふうに思うんですけども、その補助金の増額の部分と発行の回数の複数化ということ、いかがでしょうか。長島産業振興課長。例年のですね、発行につきましては議員ご指摘のとおり年1回9月に行っているところです。その商品券のですね、今までこう成り立ちといいますか、これがですね、都議庁の方ではプレミアム商品券、おっしゃいましたとおり、まあ、全額といいますか、で長与町が半額というようなことになっておりましてですね、まあ、当時平成17年度にその長与町ではその商品券の発行事業が始まったわけでございまして、その時に当時の商工会はそれぞれの町にですね存在をされていたというふうに思っておりまして、本庁では当時の長与町商工会と協力をしながらですね、お互いにその費用負担という形で地域振興策として開始をされたようでございまして、都議庁さんではですね、平成20年度からですね、商工会からのその要望を受けられて開始をされたということもありまして、それぞれの費用負担というのがこう若干こう異なっているようでございます。
っしゃいますように、その商品券の増額につきましてはですね、消費拡大を図る上では、大変有効であるということはもう十分認識をいたしておりますけれども、まあ、先ほど町長の答弁にもございましたように、その今年度はですね、その既存店対策をですね、まあ行わせていただきたいということで、長与町中央商店街等の対策事業並びに創業軸開催事業というようなことをですね、まあ新たな事業として今年やらせていただきたいと思っておりますので、まあ先ほどから出てますけれども、限られた予算ということで大変申し訳ないんですが、ご理解を賜りたいと思っております。西岡議員。確かに創業塾とか店舗リフォームとかですね、それとか町ゼミですかとか、いろいろされてるんですね。ここ政策的に昔はこうどっぷりいてみんな底上げって感じだったんですけども、今国の経産省っていうか所管している国の方も、まあ、個別にこう全部引き上げていくような予算が来ているような感じがいたします。まあ、それはそれとして補填の力が強くなるのでいいんだろうと思いますけれども、町としてはこういう大規模商業施設ができることも鑑みてですね、そういうことが年2回の発行とかできないのかなというふうに感じておりますが、町長いかがでしょうか。すぐという問題でもないと思います。吉田町長。今議員おっしゃるように、このイオンタウンが来るということで、まあ、橋を架けましてね、でこちらの方とつないでやっていこうということで今やっております。で、今までは大型施設がなかったんですが、長崎とか時津町の方にですね、買い出しに行かれるという方々が今度は長屋の方にのエネルギーの方に集まっていただきますので、その方々が、まあ、交流できて循環できるような、そういった形であれば今の現商店街の方にもですね、潤いがあるんじゃないだろうかというようなことであっております。その中で今お話ししましたけれども、まあ、長与町中央商店街、等対策事業というようなことを、まあ、新しく作りまして、そのあたりの調査研究とかセミナー等々を行いましてね、とにかく自営業者の皆さん方に考えていただこうというようなことをですね、まずは人づくりだと思うんですね。だから自殺商売をご商売されている方々がどういう発想でどういう形でやっていくかということをまずやはり一緒になって学んでいただくというようなことが大事だろうと思いますし、そしてまた創業される方には、新しく創業される方にはそういった創業塾の開催というようなことも考えております。また既存今までやっておりましたけども、店頭リフォーム助成事業とか商品券の発行とかいうことは、まあ、全てこれが商品券だけがこうだっていうんじゃなくてですね、まあ、いろんなものをトータル的にまとめて、今回は特にイオンができるということで熱くですね、そのあたりを打とうということで、今回の予算もですね、上げていただいているというところでございます。西岡議員。まあよく理解できる部分ではあります。一定理解いたします。ただ本庁のですね、商業集積というのが、これ以前調査をしたことがあるんですけど、例えば大都市圏だったら電車がつくとこから商店街のこうあるわけですね。ところが本町の成り立ちというのは旧商店街、役場の後ろのところにありましたね、ご存知のように。そことかその前は船津のあたりとか、今おっしゃった一番街のあたりとか分散してるんですね。だから一箇所に対して力を注力するよりも、分散している本町の商業者の成り立ちですねに幅広くいくという意味では、先ほど言ったそのふるさと納税によるその商品の提供とか、その商品券とかいうのがより有効かというふうに私は理解しておりますので、ぜひそういう形でですね、もう一度補正でも結構でございますので考えていただけないかなというふうに、もう答弁結構でございます、考えていただけないかなというふうに思います。より有効な手立てをという形でですね、お願いしたいというふうに思います。それとその今おっしゃったその商業施設の中ですね、多分長与駅の2中の斜め上のところにある、同じ看板なんですけど、多分ここと違うんですね。あっちは九州なんじゃろというところであって、ここは本体のとこなんですね。だからちょっと経営が違うの、看板は一緒なんですけど経営が違うのかなというふうに思いますけど、あっちでは
一部成果のところに長屋だけじゃないんですけど生産者の顔の方の写真を置いてそこに成果を売ってるところがあるんですよ。であっちができることだからこっちもできないことはないというふうに理解しております。でそういうところでですね長屋コーナーって作って、長屋の生産物水産物、農業農産物でまた個人でいろいろ作っておられる方もいらっしゃるのでそういうコーナーを作っていただけないかなと。それも商業者がすることですからお願いという部分なんですね。で町の方で、共存共栄と共にウィンウィンの関係でいこうじゃないかという形でですねそういうコーナーを作っていただくという働きかけっていうかなができないのかなというふうに思いますけども、もしぜひですねそういう働きかけをしていただきたいというふうに思いますけども、その件に関しては、どうでしょうか。中島産業振興課長。はい、今までにですね実際に農業者の方とか、税漁協とかっていうような団体事業者様からですねその施設内に、産直コーナーみたいなものを作ってくださいよというような状況要望は受けてなかったわけですけれどもイオンタウンの株式会社様とですねいろいろ協議をする中におきまして以前でございますがそういうことでそういう町内近隣町内の既存店にもそういうコーナーがあるんでですね今回もこの大型施設内に設置はしていただけないでしょうかというお願いはしたんですけれども、現在その具体化にはつながっていないというような現状でございます。商業施設内のですね、お聞きをしたところ商業施設内のテナントですね参加される方ですけれども、その方たちも大方決定をされているというようなこともお聞きをしております。で、経営そちら その店内のですね経営方針とか経営戦略とか、そういうな、なこととかスペース的なこともあるかと思いますけれども、そういうようなところもありましてですね、なかなか進まないのかなというのが現状かなと思っております。西岡議員。テナントはほとんど医療関係とかそういう関係になると聞き及んでおりますのでそういうところで売るのはもし無理なのかなというふうに思います。しかし主体的には長与町の方々がまだ証券調査してないのでよくわからないんですけどほとんど長与町の方々が多分行かれるというふうに思うんですね。でそういう中で共存共栄という形で、大手さんにもお話をしてみてですよ、向こうはできてちっちゃなコーナーができてるんですよね。でそこはかなり売れているので長屋のこっちの方でも少しのコーナーを作っていただいてできないかなって思うんです。棚とかなんとかはですね店の常設の棚は高いんですよ。場所代が10万場合によっては100万ってかかる時があるんで棚の中にはないんでも棚のイベントスペースみたいなのがあるんですよ。でそういうところにですねぜひ長屋町内の生産物加工物を置くことができないのかなって再度ですね尋ねてみていただきたいというふうに思いますけどもいかがでしょうか。中島産業振興課長。イベント的なですね、開催といいますか、そういうこともですね、視野に入れて、行っていきたいと過去にもですね同様のような質問はいただいているところでございましたけれども毎年行われています商工祭り のオレンジマルシェですか、そういうところでは長崎正規農協さんのですね町の農業後継者会の皆様方が中心になって出展をしていただいたというようなこともございますのでですねそのイベントといいますかそういうスペースのところの可能性につきましてですねこれまでイオンタウン株式会社様との協議の中で地域行事の際の協力や、地域貢献についてですねお願いを申し上げてたところ同意もいただいておりますので、今後ですね、このような取り組みがですねできないかいろいろと可能性を探ってまいりたいと思っております。以上です。石岡議員。はい、ぜひお願いしたいと思います。
昨年 の、 都議庁が主催というか、主催じゃないな、都議商工会が主催になるのかな、そっちのイオン の、 1階でですね、産業祭りというのもお話し合いの上でしてますし、そういうふうな形で、そこの売上下券といって、その売上が実質身になるかというんじゃなくて、PR 効果もあるんですね、長与町、これだけものを持ってるんだよというのを PR 効果があるので、町外から来られる方にも、これだけの宣伝をできるという形でですね、ぜひ町一丸となって、宣伝をしていただきたいというふうに思います。もう少し時間があるので、最後に、その拡大策というところでですね、町が使っている、以前の学校給食農産物を使えないかって言ったことがあります。言ったら帰ってきたご答弁が定期的にずっと納品をしてもらわないと困るということを言われました。他の同僚議員も聞いたんです、それは。で、それはその中で一つだけみかんだけはずっと定期的にくれるんでいいですよというお話を聞いたことがあります。そういう中でですね、例えば、1校だけとか一時的であるとか野菜とかですね、農産物とか、それは食品の衛生的な部分もあると思うんですけど、そういうふうな形で期限を切ってするとか、生産者の方々のですね、できないのかな。例えば、ジーゲモンとか、満天とか行きますと、その季節には野菜がいっぱい出てます。で、それ一人じゃないんですね、複数の方々の農業者の方々が作って出されてるんですよ。で、それを一定ある程度の決まりを作って取り入れることができないのかなと。それは単価とかなんとかあるけん、そういう部分は一概には難しかって言えばそうかもしれんけど、やってみる価値はあると思うんですよね。そういう部分でですね、年中とは言いません。野菜によってもできるものできないもの、長いは特にそういう大規模 の農家というか野菜を作っている農家はないので、しかし小さいところで作っているところはあるんです。で、我々も委員会で視察に行ったことがあります。そしたらですね、結局そこ のしている、責任者の方が大規模農家さんは相手にしてません。なんでか、大規模農家さんはずっと365日作るやることが決まってます。だからこういう道の駅みたいなところでですね、出店して出してくれるのは小規模のいわゆる定年退職してデビューした人たちですね、農業デビューした人たちが持ってきてくれるんですよって。それは一定のルールを作ってしてますという話を聞いたことがあります。滋賀県だったかな。で、そういう形もできるんだって。結果的にそこの棚には年中野菜が並んでるという形なんですよ。そういうのもできないのかなと思ってですね、ちょっと研究してみる価値はあるんじゃないかなというふうに思いますけど、いかがでしょうか。帯田教育次長。議員おっしゃる通りですね、食育の関係もございますし、やはり地元のものをと食べるということでですね、地場産物使用推進月間というのがございます。その月間の間にですね、そういうものを今もですね、次元門さんの方からですね、少しですけども農協さんを通してですね、搬入させていただいておりますので、今後もですね、その月間のと、あとは、食の習慣がございますので、その時点でですね、できるだけその町内で取れたもの、それがなければその県内で取れた、県産品をですね、給食に使いたいというふうに今後もですね、進めていきたいというふうに考えております。以上でございます。西岡議員。今回初めて前向きな答弁が聞けたので、今までずっと連戦連敗だったんですけど、今回初めて思わぬところからそういう前向きな答弁が聞けたので、よかったかなというふうに思っております。ぜひですね、その拡大を少しでもできればいいんじゃないかなというふうに思ってますので、ご尽力いただければというふうに思います。それとその、町内には他にもですね、施設、例えば高校大学ありますね。で、そういうところにもどんどん門戸を開いていくべきじゃないかなというふうに思いますので、そちら の, ご尽力も所管の方でしていただければと思いますけど、これは答弁を求めます。いかがでしょうか。長島産業振興課長。そうですね、これまでもですね、
先ほど出てます、次元門さん、長井次元門さん、それから、長井町の、農産物の加工所あたりもですね、小学校とかですね、その他の町内の福祉施設、それから保育園等々にもですね、提供をしていただいております。それで、町内、今おっしゃいましたけれども、町内にはその大学等もございます。そこら辺もですね、なんかそういうふうに導入をしていただくことができないか、またいろいろ可能性について、検討して進めていければいいなと思っております。以上です。西岡議員。後半になって少し身を結んだようでございます。町長もですね、政方針の中で、すみません、安心安全な農産物の提供に地産地消を促進する農産物直売所の充実に向けというところがございますので、ぜひこれ一緒になってやっていただきたいというふうに思っております。5分ほど残しておりますが、質問を終わります。町内の時計で14時10分まで休憩いたします。ご無沙汰してます。